京都へおいでやす。どうもミスター京都、本日は阪急のサイン駅で降りてうろうろしてるやけど、サインで降りたらこの店は外せんやろということで、前回俺が動画を上げて反響を呼んだおじいちゃんが焼き上げる、お好み焼きそばの鉄板焼きの店野口さん、前回はねお好み焼きを食べたんやけど、本日は焼きそばが食べたいなということで、今から早速向かっていきたいと思います。おじいちゃんの元気な状態も確認したいんで、それでは早速向かっていきたいと思います。それじゃあ行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー。行ってきます。ということでやってきましたよ、サインの老舗野口さん。今日は焼きそばを焼いてもらおう、おじいちゃんに。むちゃくちゃうまいですよ。はい、行ってきます。すいません、はい、何しましょう。イカの鉄板焼きどう？焼きそばのミックス焼いてください。うーん、久しぶりだ。前回も紹介させていただいたんですけど、アルコールは自分で取るシステムなんで、今から取りに行きます。ビール。あ、すいません、すいません、すいません。
これ、うわこれは絶対うまいよ。いただきます。そう、そば食べたんで、イカ焼きでつまんでいきたいと思います。よっしゃ、これでつまんで飲みます。久しぶりに野口さん、今日は焼きそばとイカ焼きをオーダーしましたけども、焼きそばも昔懐かしい鉄板焼き屋さんの焼きそばの味ですごく美味しかったです。お好みは以前動画配信させていただいてますので、以前の動画を確認していただきたいと思います。お父さんも元気で良かったです。定期的にまた寄せていただきたいと思います。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もします。